設立10周年を記念する年、リファ有明ラスト大会。グラチャンのカリスマ大沢茂樹が7ヶ月ぶりの参戦。まあ自分が一番ショックだったっていうのは、心にポカンって穴が開いた感じでしたね。まあ盛り上げるためにもやっぱ自分がチャンピオンでいなきゃなっていう自覚があるんで。対するはサブミッションを武器、2015年全日本アマチュアシュートを制覇した飯田立夫。混戦のフェザー級、勝ち抜けるのはどちらだ。フライティーチャンピオン、フライティーの林です。海外プロモーションワンチャンピオンシップ出場を優先し、それに伴い保持していたグラチャンフライ級王座を返上したことを受け、4選手による王座決定トーナメントが開催となった。1回戦で松葉隆史 VS 吉岡弘明、山本聖吾 VS 植木新太の2カードが決定。グラチャンフライ級の頂へとたどり着くのは誰だ。プロレスラーとなって帰ってきた清水ライトが鈴木マシマシと対戦。グラチャン女子強かっこいいさやこがグラチャン第2戦を迎え、ワードック推薦ロード FC からパクシュートの戦いに挑む。さらに迫力ある打撃戦、早くも再戦が決定したヘビー級ジョシュア・ロビンソン VS 和田圭。他にも注目カードが盛りだくさん。ディファ有明ラスト開催、ありがとうディファ有明、グラチャン35チケット絶賛発売中。